今期頼むからこのアニメ見てくれというわけでですね、今回は本期2023年春アニメもね、もう間もなく終了と、もうほんとね、最終回ラッシュが来ている中で、ついにね完結を迎えたあの作品を今回は紹介というところで、めちゃくちゃ面白いです。めちゃくちゃ面白くてですね、海外評価も、今回紹介する作品は非常に高いんですが、いかんせん国内人気厳しいと、全然話題になってないという中ですね、まあ来期までにね、まあ、若干今期は時間が、まあ、若干1週間ぐらいなんだけど、まああっかなと思いますし、なんかね、最近ミラーに探してる人とかね、もう見てない人たくさんいると思うんですよ、とか見てない人たくさんいます。はい。で、もともとね、コンティが始まる前も絶対見てくれと、その前も絶対見てくれということでずっと言いつけてるんですが、単体で動画撮るのは初めてかなというところでね、紹介しますが、それが、こちらということで、ヴィンランドサガー見てますか、みんな見てるか。いやー、ヴィンランドサガーはですね、まあ、2期、まあ、連続2クールかというところで、前期2023年冬アニメから、今期春アニメというところで、2期1クール目2クール目というところで、やってました。で、まあ、特にやっぱ冬アニメの時はですね、まあ、海外人気、まあ、特にやっぱその前半クールってすごい評価されやすいんで、ランキングとかでも、まあ、軒並み高い順位で、もうね、1位になりまくるところもあったりとか、マイミリストっていうね、まあ、海外の、まあ、アニメデータベースサイトっていうところで、もうものすごく高いスコアも獲得しているという、まあ、このヴィンランドサガーなんですけど、いかんせん国内で見てる人が少ないんですよ。評価はもうめちゃ高いと思う、正直。で、やっぱ2期に関しても本当後半が面白すぎて、まあ、2クール目もね、まあ、先日最終回、まあ、昨日深夜ぐらいかな、最終回ついに迎えたんですけど、もう面白すぎて、うん。で、まあ、やっぱね、俺ヴィンランドサガー割と2期に関しては僕も正直不安要素もあったんですけど、例えば制作会社がね、ウィットスタジオさんからマッパさんに変わったりっていうところで、まあね、ウィットからマッパに変わったといえば、記憶に新しい進撃の巨人っていう、ね、まあ、ファイナルの完結編がね、まあ、後編もまず楽しみすぎるんですが、まあ、控えたりもしますけれども、っていうのもあってね、もちろんやっぱウィットスタジオっていう制作会社がすごすぎるので、どうなるのかっていうのも思ったんですが、見事だったね。この映像のクオリティもものすごく高かった上で、やっぱ話がね、ちょっと面白すぎたなっていうところで、今回話させていただいてるんですけど、基本これネタバレなしで最初から最後まで話していこうかなというところなんですけど、ヴィンランドサガー、まあ、そのクオリティの高さですよね。まあ、一気に関しても、全部で今のところ4クールやってます。で、4クールって聞くと、やっぱ結構あるなと思うと思うんですよ。そもそも2期を見るっていうところに当たっても、1期が2クールあるんで、そこのハードルの高さがあったかなと思います。で、僕に関しては、実はね、1期もとも見てなかったんですわ。で、ヴィンランドサガーってタイトルもちろん知ってたし、どっから見ようと思ってて、でも、なんかこの、やっぱその何、国内でやっぱ熱量そのないんですよね。やっぱ海外非常に人気店してたんですけど、っていうとこで、これ面白いんかなみたいな、結構歴史系っぽいなっていうのでね。まあ話としてはね、バイキングっていうね、人たちの生き様を描くというか、まあ結構農業の話とかもあったりというか、もちろんバトル要素もあるっていうところの、作品でね、なんですけど、で、僕は 2期が始まるっていうところで、1期を見てみたっていう感じだったんですけど、面白すぎて、なんでこれがこんな話題になってないのかみたいな、意味わかんないぐらい面白かったんですよ、やっぱ1期が。もう始まった瞬間がやっぱ面白すぎるなっていうところで、でね、この作品やっぱすごいところはね、誰もが主人公になり得るんですよ。主人公トルフィンっていけるんですけど、もちろん、その、主人公のやっぱ2期なんだよね。まあ、2期はやっぱ彼の物語でもあるし、彼の物語だし、この、やっぱ2期の今回最終回見て、まあ、その前の話見て、やっぱここまでの過程全てがここに繋がってくるんだ、そのためにあるんだなっていうのはすごい見えてくるんでね。あれなんですけど、やっぱ1期ってすごいバトル要素も強いんですよ。うん。で、やっぱそこのやっぱその劇的ななんか展開、うん、でね、ほんともう目が引きつけられる、かなりえげつないシーンも多くてですね、特に1期に関しては。うん。っていうところで、もうめっちゃ面白いと。で、2期に関しては、ガラッとまた変わってくるんですよ。その、1期バトルしたやったところから、2期はほんともうトルフィンとか、その彼らの生き様っていうところを本当にもう、よりフォーカスしていくような、うん。ストーリーでですね、まあ、戦いとは何なのかと、うん、いうところを見ていくようなストーリーで、まあ、もちろんその
このヴィラン・サガの強さであるね、トルフィンっていう主人公以外も本当主人公張れるようなキャラがたくさんいてっていうところもあるんですけど、やっぱ2期はよりそのトルフィンっていうのを描いていく中で、うん、見事だったなって思います。そのヴィンラン・サガっていう作品が向かっているところにやっぱこう大きく舵を取り出す、うん、やっぱ2期だったなって思いまして、うん、やっぱ特に、まあ、2クル目に関してはね、絶対、後半盛り上がるだろうっていうことは、僕も思ってたし、多分見てた人はみんな思ったと思うんだけど、まあ、さらにやっぱ想像を超えてきた盛り上がり、でやっぱ演出とかめちゃくちゃ良かったですし、これはね、絶対見てほしいなっていうところで、まあそのバトル要素みたいなところもあるんですけど、やっぱその平和な世界を作ろうとか、戦争のない世界を作ろうみたいなやっぱ話ではあるんですね、もうヴィンラン・サガっていうのは。とかその戦争っていかに無慈悲なのかと、いかに多くのものを奪っていくのかみたいなのをメッセージのある作品でもあってですね、これなんでなんだろうね、なんでなんだろうって考えてきたら、そのキャラクター線とかってとこあるかなと思うんですよ。あのヴィンラン・サガのね日記とかすごくてね、パッと見なんかおじさんなんだ、主人公もヒゲとかボーボーに伸びてさ、もうおじさん主人公みたいな感じでね、おもろいんかって思う人いるかもしれない、ビジュアルとか見て。めちゃくちゃおもろいです、これ。本当に。で、まあ本当、まあ正直、文句のつけようもないぐらい、まあその、一気によくあったのね、やっぱこの主人公が全然主人公しないんで、それどうなのみたいな意見は確かにあったんだけど、もう、面白すぎちゃってさ、強烈すぎる。なんかいろんなキャラのさ、変化、成長、人生が見れるのが、このヴィンラン・サガって作品だなと思って、週刊少年マガジンで元々やっててね、で月刊アフタヌーンで今月刊ベースで連載というところで、今期間27巻とかかな。なんかその、アニメ2期の終わり方的にね、ワンチャンさっきやるかもなと思ってるんですけど、海外人気やっぱ高いんでね、全然あるかなと思うんですけど、ここからやっぱ盛り上がってほしいなと思いますよね。これに関しては、見たら絶対おもろいからって僕は思ってるぐらいの作品なんで、まあ、正直ね、やっぱその、2期、始まる前に僕も一気にマジおもろかったぞって言ってたんですけど、やっぱね、その2クールって結構ハードル高いと思うよ、僕は思うには。やっぱ1クールと2クールってかなり違う。で、今になったらもう4クールあるんですけど、まあでももう後悔させないと。僕はこういうタイプの作品正直得意じゃないんだよ、そもそも歴史とかさ。なんかあんま得意じゃないんですよ、こういうジャンルね。だからキングダムぐらいの本当にこれでハマってるとかっていうね、まあゴールデンカムイとか、ハマってる作品もあるんですけど、結構ね、なんかなんていうのかな、時代劇というか、まあ、これも、まあ、時代劇じゃないやつももちろんあるんだけど、まあ、そういうタイプはもうハマってこなかった中でここまでハマるっていうのはね、それだけの面白さがあるし、やっぱ面白さの幅がね、めちゃくちゃやっぱ広い。やっぱ一期と二期でほんと別作品ぐらいの勢いで見せてくる、見せ方がすごいし、ほんと全てが前振りかと思えるような、やっぱこのラストとか、その前の話っていうのが、すげえなと思って、見てる人もめっちゃ盛り上がったよね。もうやばい神回だとね、爆裂神回来たぞっていうことを言ってたんし、僕もめちゃくちゃ泣いたし、大いに心を震わされたんですけど、もうハードルちょっと高いかもしれないけどね、でもマジで見てくれというところです。でヴィンランドサガはね、配信も今期はもういろいろ、なんか元独占配信じゃないか、まあなんかあのね、そうやっぱ独占配信とかだと、ね、よくハードル上がってくる感じですけど、僕はネットリックスで見てましたけど、そうだ、ネットリックス、アマゾンプレイ、まあでも配信少ないのか、結構少ないね。まあでも結構ね、アマプラとかネットリックスかな、やっぱ見るんだったら、っていう作品で、ほんとね、もう止まんなかったもんね。いや、なんか久しぶりにこの観光見たなっていう、なんか、やっぱり、結構僕もね、あの2期とか、まあ、新たなクールが始まるにあたって、まあ、その作品の前期、見てないなと思って、見ようと思って、まあ、見えてないなって作品を見るっていうのもあるんですけども、もう、この先ほんともう止まんなかったもんね。1期見るのももう全く止まんない。面白すぎる。なんだこれと。ね。いうふうになった作品ですんで、あとオープニングとかエンディング、またかっこいいよね、これね。でっせーん。めちゃくちゃ良くてですね。すごかったなと思いますし。絶対見てほしいなって、思ったんでね、ちょっと今回、ずっとね、これ実は動画上げようと思ってて、もうむしろ前期ぐらいから上げようと思ったんですよね、ヴィンラン・サガ単体で語るっていう動画、上げようかなと思ったんですけど、ちょっとなかなかうまくタイミング合わなくてね、まあ、ついに完結2期、終了したというところで、ちょっと今回、動画上げさせていただきました。やっぱ1期は1期で、ね、めちゃくちゃ面白かったんですけど、やっぱ2期は2期の面白さがすごいあって、やっぱもう、紛れもなく神回っていうのがこう後半はね特に連発してたかなっていうの
思いましたし、もしね、2期の序盤とかで切っちゃった人いるかもしんない。まあやっぱ1期と全然違うんでね、あれってなって、あれビーナーサーがこんなんだったかと思って、やめとこうとかね、様子見しとこうって人いたかもしんないです。これ絶対見た方がいいです。見る価値しかない。1期とやっぱ違ったこのビーナーサーが、でもビーナーサーの面白さがそこにあるっていうところでね。はい。すごかったなと思うし、で、こっからもまた見たいんよ。こっから本番なんじゃねえかって僕は思うよね、むしろ。ね、話のストーリーの展開なんで。3期来てくれと、いや来る可能性あるかなとは思ってます。やっぱかなり力は入ってるし、クオリティも非常に高いし、海外にも高いっていうところで、原作もね非常に売れてる作品ですんで、はい、まあちょっとね3期やっても正直盛り上がるか分かんないけども、ぜひねこう、まあ、この動画見てくれてる人はねもう少ない方も見て一緒に盛り上がっていけたらなと思うし、ぜひ3期ね見てみたいなって、来てほしいなっていうふうに、思ってます。はい、という感じで今回ビンランドサーガね、まあ、について語る動画以上となります。ぜひ、ね、皆さんね見られている方の感想なんかもどんどんね、コメントいただけますと嬉しい。僕自身もアニメ勢という子をね見させていただいてますけども、ほんとまあ3期もなかったら原作読むかもしれないなっていう感じですけどもね、やっぱ原作には原作の良さがあるというそういう話を聞きますけど、やっぱアニメのクオリティも正直その世田谷社が変わると結構ね大きいところなんで大丈夫なのかなと思ったんですけど、そこもほんと完璧でしたね。見事だったし、はい、凄まじいものを見せてもらったなっていうのでね、ビンランドサーガ絶対見てほしいなっていうところで、まあ、今回、動画出させていただきました。ほんと4クールなんで一瞬で終わりますっていうぐらい の、まあ、あのクオリティ、迫力、やっぱその一期は一期でね、やっぱこう予想だにしない展開っていうのが押し寄せてくるんですよね。だしまあやっぱすごいこう戦いの要素が強いんでね、なんかすごい見ててこう辛いところもあるし、やっぱこのワクワク感みたいなのもある種あるんだけど、まあ、そことまた違った見せ方をしてきた、まあ、人間的な要素をより強く見せてきた2期っていうところで、すごかったです。はい、マジで面白すぎたなというところで、はい、まあ、今回ね、まあ、ぜひ絶対見てくれ、頼むから見てくれというね、動画になりました。はい、という感じで今回の動画は以上となります。まあね、まあ、本期まあいよいよまあラストスパースというところで、まあ、動画もいろいろ上げていけたらと思います。ぜひこの機にチャンネル登録、高評価もしてくださったら嬉しいです。皆さんね、また3期待ってます。はい、ということで以上となります。最後のお知らせ、ありがとうございました。